行書ですね。行書なのであまり伝説とかを強く押さない、ここに旅が来て宇宙がここに来ますのでこの辺りまで、でここ指置いてこの辺まで書きますって感じで書き始めてください。行書なので浮かんむりのところも45度に入ってそのままあまり強くならないように言ってください。でここで押さえて ここあまり強くならないように言ってくださいね。でここ右上がりで引いてくる。でここあんまりね、ここの幅が短くなるとちょっとバランスが取りにくいのでしっかりで引っ掛けてぐーっと最後に戻ってくるように優しく上がってくださいですね。で中ですね、中結構ぺったんこな感じですね。でここもしっかりあまり角が出ないように、で横しっかりあんまり角が出ないように、でしっかりですね。でここそのまま行ってもいいですよ。であんまり角が出ないように押さえて戻ってくる。でここもしっかり、で上がってこうですね。で旅結構ぺっちゃんこに見えていますね。ぺっちゃんこ、これもう旅の書き順間違えないでくださいね。でこう行きまして、ここからこう行ってここです。ここから短めに出て上がってください。でここで少しタッチしてから優しく、で次ですね、ここのところこう45度で入ってこっちに来ます。でこの線の上でちょっと方向転換してください。でここでまた方向転換です。でこの線の上に乗りながら自分が抜きたいところに気持ちよく抜いていってください。で次ですね、ここのところはだいたいこのバランスを見てちょっと細くいきますけど、次のところはしっかりちょっと押さえてしっかり太く上がってください。でここが細いと字がとても弱く見えます。ここポイントなんで、でこういったらこのまま普通に始まってもいいんですけど、これをいったら一回ちょっとこういうふうに筆を受けてみる、受けてからこっち側に行ってみる。でしっかりと最後のこのバランスでこの字をまとめてくださいですね。動かしていきます。で、旅行船ですね。で船がここに来ます。でこうですね、これ長い掛け軸をカメラで撮ってるのでちょっとお手本で見ると宇宙が大きく見えるんですけども、まあ、そういうちょっと拡大されてしまってるっていうのを頭に入れながら書いてください。で行ですね、行人目、方向が変わります。この角度とこれの抜いていく角度が少し違います。で優しく入って止まって上に上がり、これを受けて優しく上に上がってこっち側抜いていきます。で上がって、で次ですね、次も、ここと一緒ですね。優しくちょっと入ってもらって、ちょっと力を押してもらって太くして、最後に真ん中に戻ってくるような感じにしてからぐっと上に上がっていきます。で船ですね、船の、左側は細く長細く見えるように入ってください。で、長く見えるように45度で入って、ここ塞ぎをこのままつなげて、ここで休んでいいですよ。でまっすぐ行ってもらってから抜いてください。でここ優しくタッチしたらもう少しだけですね、少し行ったらもうそのまま下に押さえてまっすぐに行って、で最後にまっすぐ見えるように戻ってきてから上に上がります。でこの2角角度が違います、気をつけてください。でこっちですね、で外からで次は
一画ここに入っていきますね。でここでそのまんま上に上がる感じで抜いてもらって、ちょっと優しく入ってもらって、一画二画で角度を変えてもらってからこっちです。で口左側よりも出ないようにここで収めていきます。でここでしっかり中に入っていって、ここで字がひっくり返らないように自分なりに収めてください。こんな感じで書いていってくださいね。これを書くのは中学2年生なので、ちょっと中学2年と書かせていただきますね。はい、しっかりとこれも右にしっかり右に上がって思いっきり戻ってくるですね。でちょっと中にねん、でもいいですし、ここのところこういう感じでもいいですね。こう言ってどう書いたらいいかな。まあこう言ってこうですね。こういう念でもいいですし、で真ん中よりも上から少し名前を書いてもらう。この作品に負けないように名前しっかり書いてくださいね。こんな風に書いていきます。じゃあ頑張りましょう。